ミカさん助けてくれミカさん助けて先生情けなさすぎるだろお疲れ様です、ムービンです。今回もブラカのゲーム実況やっていきたいと思います。前回のパートは、ボリューム3の第4章だいぶ後半まで来ました。はい、とうとうね、ミカさん VS 沙織さんというところで激戦繰り広げられつつ、まあ、過去の話とかもね挟んでいたというのが前回のパートでした。で、主人公である先生が敦子さんか、敦子さんの方に行ったと思ったんですが、なぜか沙織さんと美香さんの前に現れたっていうのが前回のパートでしたね。はい、今回も19話やっていきましょう。今回も19話やっていこうだと嘘だけどね、前回18話やったんでめちゃめちゃ細かいやん、めちゃめちゃ細かいこと言っちゃった。はい、やっていきましょう。はい、今回ちょっと期間が空いた収録なので、前回から期間空いちゃったのでちょっと声の感じを忘れました沙織さん低かったよね確か。先生、姫を助けに行ったんじゃ。もちろん行くよ、沙織と一緒に。大丈夫か、時間ないみたいな話じゃなかったっけ。ああ、二人も来てる。ごめんリーダー、説得したけど止められなかった。リーダー、無事でよかったです。いえ、無事じゃないですね。とにかくよかったです。確かに。フルボッコにされてる途中ではあった。死んではないけどね、まだね、多分ね。うん、多分ねっていうか、ここから、まあ、衰弱して多量出血で死ぬことも、一瞬あり得るかなって思ってそう言いました。はい。美咲、日和。沙織と戦ったんだね、ミカ。先生、気まずいな、これな。あ、でもごめんねって言ってあげるんだ。寄り添ってあげてください、ミカさんに。ミカさんの気持ちだいぶわかるからな。わかるとか言っちゃいけないけどね。人を殺そうとしてるのにわかるっていう共感的な言葉を使うのはどうかなとは思わなくはないんですけど、いやでもわかるよ。だってもう、なんだろう、失いきってるのにね、沙織さんは大切なものを守ろうとこれから頑張ろうとしているのはね、ちょっと見ててイラッとくるよね。私から奪っといてみたいな風に思っちゃうもんね。私がきちんと説明をしなければならなかったのにできなくて、ミカと向かい合ってきちんと話をしなければならなかったのにしたかな、なんとなく。どうして先生が私に謝るの。先生は悪くないよ。悪いのは私でしょ。それなのにどうして。生徒の命がかかっていたから沙織の手伝いをしているんだ。そうだね、敦子さんを守らないといけない。だから敦子を助けたら一緒にトリニティに戻ろう。でも美香さん的にはもう居場所ないって思ってるからな。そんなこと言ったってなるような気はするけどね。どうして?そんなことしたって何も変わらないのに。私は退学が決まってて、せいやちゃんも私のせいで。私が手伝うよ。先生、頑張ってほしいな。先生の実力でどうにかなるんかなって毎回こういう展開になるたびに言ってるけど、毎回こいつなんとかしてるからなエデン条約の時もティナさんがさ必死に先生を助けてくれたじゃん。けど助けてくれたところでなんか変わるんかみたいなこと言ってたけど、実際状況変わったじゃないですか。だから策があるのかな先生に。ミカが直面していること、状況を望んでいたこと、私はミカがどんな子なのか知ってるから。ああ、先生は何言ってるの。私がどんな子か知ってる。私の何を知ってるの。私は魔女だよ。何か勘違いしてない。先生ちゃんと私の見てる、この姿を、私が犯した罪を。そうだね、ミカは悪い子だ。不良生徒だからと。人を騙し己を偽り、人を傷つけ己を痛めつけ、まあ確かに自分を痛めつける行為であるよね。そんなことをしておきながら、その結果を受け入れることができずに泣いてしまう、そんな子だ。うわ、めっちゃ話してくれるやん。でも和解の手を差し伸べようとする優しさを持ち合わせているし、嫌われることを恐れて自傷してしまう不安定な子供でもある。めっちゃわかってるめっちゃわかってくれてたミカは魔女じゃないよ。ミカは人の言うことを聞かないだけの不良生徒だ確かに魔女じゃないよって言ってあげたいね。うん、だからちゃんと話を聞かせてほしいな。なんで。そのまま振り向かないで言ってくれたらよかったのに。
どうして私を苦しめるの？こんな最後まで。まだ私にチャンスがあると信じさせるの？大丈夫、ちゃんとあるよ。責任を持って連れてってくれ、先生。そのチャンスというか、この子が幸せな未来へ。チャンスはなければ作り出せばいいからね。そんなの無茶だよ。もしそれがダメでも次のチャンスを作ればいい。失敗したとしても何度でも。だから無限の可能性っていうタイトルなのかな。未来には無限の可能性が広がっているんだみたいなことを言ってるのかな。道が続いている限りチャンスは何回だって生み出せる。ミカ、サオリ、一度や二度の失敗で道が閉ざされるなんてことはないんだよ。この先に続く未来には無限の可能性があるんだから。無限の可能性、章のタイトルですね。章とか和のタイトルですね。これチャンスがないというなら私が何度だって作るよ。生徒が未来を諦めることなんてあってはいけない。そういうことは大人に任せて。いい大人、頼れる大人。あ、なんかビアトリーチェ来た。おばば、おう、こっちも用があるで、おめえに。たわごともそこまでになさい。あ、なんだ、直接来てねえんかい。よくも私のバシリカでそんなたわごとを言えますね。ベアトリーチェ、ババア。いや、ババアなのか知らんけど。もっと若いかもしれん。今日が覚めました。偽物はここまでといたしましょう。あなたたちの位置を私が知らないとでも。いいえ、私はただ見守っていただけ。こんなつまらない余興はもう終わりにしましょう。さあ、今から私の全力を尽くしてあなたたちを相手して差し上げます。儀式を始めましょうか。これどうなんの？あ、アツコ、これ移動式なん。え？これまだアツコさんのところにたどり着いてないけど、中継で映してる。あの、では現場のアツコさんみたいな感じで映してんのかな、ビアトリーチェさんが。何？それか、あの台車みたいなのでコロコロ運んできてんのこれ。そんな、まだ時間は。太陽はまだ昇ってないのに。そんな、何？儀式やっていいの？太陽関係ないってこと？何を勘違いしてるのですか？私が日が昇るまで待つとでも。いえ、遊びは終わりです。ロイヤルブラッドのヘイローはもう間もなく破壊されるでしょう。そしてその神秘の破片を通じ、私は高位の存在となるのです。代償を払う代わりに福音をもらうって感じかな。神に捧げてるみたいな意味合いか。やめろ姫、あつこ、ミカさんどう出る？味方してくれるかな。先生が魔女じゃないよって、この先には無限の可能性が広がってるんだよって味方してくれるかな。どうだろう。やっぱまだ嫌かな。嫌だけど殺しはしないけど協力はせんわみたいな感じかな。どうだろう。沙織さんをもう、じゃあ殺しはしないけど、まあ手伝うのもなんかちゃうなみたいな感じもしない。なんか許してくれるのであれば許してくれるんで嬉しいけど、僕はやっぱ割と許せないタイプの方だから、もしミカさんの立場だったら、僕は先生がそういうことを言ってきたとしても多分沙織さんを殺す選択肢を選ぶと思うんだよね。ミカさんはでもいい子だから味方してくれるんじゃないかなと思うんだけどね。それでは幕引きといたしましょう。出た、あ、ピチピチスーツ団。いやいやいや、ユスティナ生徒会か。お、すげえなこれ、高速具だしかも。さあ、ユスティナの聖女バルバラ、たわごとばかりの先生の口を封じなさい、殺せと。はい、パーティー。ああ、沙織さん、やっと入った。あれかな？やっと信用してくれたんかな、やっぱり。やっぱ信用できないから入ってなかったんかな、今まで。38体、意外といるな。意外といるね。で、こいつら嘘ついてくるからな。数。お、出た。日和さんのスキルです。今回、日和さん、まあ僕持ってないのと、起動してから初めての収録なんで、演出がカットされないっすね。普段演出カットされるのは1日1回だけ見るみたいな設定に僕がしてて、なのでね、基本1回使っちゃうと見えないんだけど、あんまり
あずささんとかもそうだけど、あずささんじゃねえや、沙織さんか、沙織さんとかあんまり普段使いのパーティーで使ってないんだよね。おかっこいい、これ久しぶりに見た。かっこいいよねこれ、めちゃめちゃかっこいい。しかも全ては虚しいものだっていう。お、バルバラ出てきた。ガトリング持ってるんですけど、バルバラさん、沙織さん死にそうやな、大丈夫かな。 500HP のゲージ量、勝てないじゃん。え、無理くね。あと3匹もいいんだ、しかも1匹にしか見えないけど。あ、終わった。強すぎるみたいなショーなのかな。ミカさん助けてくれミカさん助けて先生情けなさすぎるだろ僕が助けてくれとか言うとめっちゃ小物っぽいんだよな、先生が。あ、せいやさん、何ここ、え、どこ、え、何これ、ここは、うん、蜃気楼、いや百鬼夜行か、百鬼夜行の自治区。百鬼夜行今まで全然触れられてないんだよね、メインストーリーだと。なんかイベントだとちょくちょく出てるらしいんだけど。なんだ、絶対なんかあれじゃん、キュービみたいな人出てくるやん、絶対絶対キツネ系の何か出てくるやん、なんかロ、あ、でもキツネ系の人もうすでにいる、せいやさんっていう。じゃあちょっと大人っぽいキツネの人出てくるのかな。ロリーババア出てくると僕思ったんだけど、ロリーババアだとせいやさんと被るから、いや、ババアじゃないけどせいやさん見た目的にはね、せいやさんが一番なんつうの、こういう着物とか着てロリーババアポジションじゃん。言ってる意味わかります伝わるかこれ伝わらなさそうだな、先行きましょう。ふーむ、お客様かのロリババアだ合ってたほっみたいな、キャラが被ってるみたいな同じ狐っぽい人出てきたってなっちゃうよね。ここにわらば以外が足を踏み入れるとは初めてじゃの。誰、全然見たことない。なんか、え、 CM とか PV でいたかな、全然見たことない。この人、何故してこのような白チュームにまみえたのじゃ。白チュームっていう自覚があるのか。あなたは誰だ、私を認識できるのか。ふむ、勝手に入ってきたのそっちだろみたいな感じ。誰、あ、続くんかい、めちゃめちゃ気になるやんけ。バレバレ、こっちもそれどころじゃないそうだよね、めっちゃ強い人と戦ったんだもんね今ね。 HP ゲージ50あったもんな。おお、そらそれどころじゃないわ。ちょっとなんか、え、ここどこっていう思考に全部 100% 脳のメモリー持ってかれたわ。うん、こっちのなんか展開すっかり頭からすっ飛んじゃった。お、せいやさんみたいな、え、ロリババア来るみたいなのに脳みそのメモリー全部埋め尽くされて、沙織さんの状況全く頭から吹っ飛んじゃった、ごめんね。これはとんでもない力です。あの戦術兵器すら圧倒する破壊力、意味が分かりません意味が分かりません意味が分かりませんって表現するの面白いな。ユスティナ生徒会の聖女、あれ本当に私たちで相手できるの。ミカさん止まらない、ミカさんパンチ来るぞ。ミカさんどうしてんの、これ見てるミカさんどうしてんの。ちょっとまだほっとくかみたいな感じまだちょっと反省足らんなみたいな絶対そんなこと思ってないけどな。7名か。あ、増えた。嘘ついてくる、また。またパーティーメンバー数嘘ついてくるじゃん、こいつら。実際本来そういう感じだったもんね。同時に殺さないとダメな敵みたいな感じ。お？ミカさんか？違う！バルバラだ！逆から来た！やばいやばいやばい後ろから来る。これスクロールできたりする？うわ、なんかこれ、この演出でいく、あ、ミカさんありがとうそういうことね。演出細か、このゲーム。ボコボコにしとる待ってくれ。皆さん見えます？この HP ゲージの減りを。頭おかしいんやけど。画面外でえげつない殺戮が行われている。あ、でも、ピヨってる。ミカさん、やばいやばいやばい。ミカさんも HP 半分ぐらいだ。だいぶ削ってるけど。
沙織さん、そっち相手してる場合じゃないって。あ、でもこっちもどんどん湧いてくる。ゴキブリみてえに湧いてきやがる。そんなこと言っちゃいけないけど。ミカさんの援護に行けない。ミカさんの HP どんどん減ってるのに。残り200。ここで一旦、戦闘が終了した。いや、ビクトリーではないが。全然勝った実感湧かないが。ミカさんが味方してくれるっていう演出かしら。続くんかい？気になるやないけ？姿勢上へ。今回最後までできるかな？まだ15分しかやってないんだよね。でも後半の話が、爆盛りだったら僕2時間ぐらい収録するかもしれない。でも言うてここから切るタイミングなくない？これ21から切るタイミングないと思うんだけど。やろう。ミカさんパンチお願いしますよ。あとはミカさんの必殺技っつうか EX 技の演出確か、なんかユスナ生徒会と戦ってた気がすんな。ここのメインストーリーをなぞらえた演出なのかな、あれは。多分この後ミカさんがパーティーメンバー入ったら見せることできるかもしれない。あ、でも無理か。無理だ。ミカさんはこの時点で実装されてねえわ。そういえばそうだ。だからその演出見ることできないわ。ごめんなさい。あの映像を乗っけとこうかな。ミカさんのあの必殺技の演出多分バルバルと戦ってるところっぽいんだよな。なんか最初なんか変なもんと戦ってんなとか思ってあんまり意識しなかったんだけど、メインストーリーなぞらえてる技演出かもしれないです。ミカさん。ミカさんでもやっぱ厳しいか。ミカ大丈夫？あれは私が引きつけるよ。大丈夫か？一人で行くんか？沙織、あなたがあの子を助けたい理由が少しだけわかるよ。私もそうだったから。だから。私が引きつけてる間に敦子を助けに行って。先生ごめんね、いつも問題ばっかり起こして。そしてありがとう、私にもまだチャンスがあると言ってくれて。お前は行きなよ沙織、時間がないんでしょ。若いか。ああミカ、気をつけて。心配しないで先生、知ってるでしょ、私って結構強いんだよ。知ってるけど、この前の総力戦だっけ、ビナーさんボコボコにしてたけど。あ、ハイライト消えた。びっくりした。この前のビナーっていう、あの全然このメインストーリーに関係ないビナーっていうあのボスを倒すイベントがあったんですよ。敵の防御力が結構高くて、防御力下げつつ殴るのがいいよみたいなイベントだったんだけど、ミカさんが必殺技っていうか EX スキル打った瞬間 HP パーン溶けるんだよね。えぐーと思って。頼りになりますね、ミカさんは。自分勝手な女。いやいやいや、あのミサキさん全然ミカさんの気持ち汲まないね。なんこいつみたいにずっと思ってるよね。うん、逆に怖いって。あのね、大切な友達ボコボコにしてるんよ、一応アリウススクワットって。まあ、正確にアリウスかもしれんけど。美咲さんも人情なさすぎじゃない？あまりにも自分と相手側を問題としてバッツリ分けすぎでしょ。いいけど。あ、何このクマみたいなやつもそうなの？ユスティナ生徒会と関係あったの？なんこれ、イベントだと出てくんだよねこいつら。確かにこいつらもなんか倒されたら消える演出だったの今まで。でも急にウサギの着ぐるみ出てきたら意味不明だろ。あとクマか。かわいいな。ユスティナ生徒会かわよ。ラブリーな、ラブリーな京都ですね。そのツッコミはいかがなものなのかわからんけど、攻撃方法えげつないけどな。肉球にガトリング仕込んどるやんこいつら、よくよく見たら。あ、出た、アンブロジュース。あんま深く説明されとらんけど、あの前回までのねパートのね、なんだ、前回パートまでの動画を編集したんですよ。でその時アンブロジュース調べたんだけど、ちょっと今間が空いちゃったから忘れちゃったんだけど、なんか一応アリウスと敵対してたんじゃなかったかな。ただユスティナ生徒会という生徒会自体はあのアリウスっていう名前の分派と関係があったはずなんだよね。だからユスティナ生徒会はむしろアリウスを助ける存在なはずだから、まああのエデン条約編のストーリーにはなぞらえてるんだけど、まあ、ここで
アリウスと戦ってるっていうのはこのブラーカ専用ストーリーというかオリジナルの要素なんだろうね。ここがバシリカの死聖所。アツコさんいる？めっちゃ絡まってくるやん、このツタみたいなの。姫、気を失ってるだけみたい。早く姫ちゃんを。お待ちしておりましたよ、ムービン先生。私の敵対者よ。なんだっけ読み方。敵対者と言ってなんかあったよね、読み方。ババアベアトリーチェと呼べ。怒られる。おお、続くね。結構1パート1話が神の子羊。ちょっと待って。1章が1話。1話1話が短いねって言おうとしたけど。神の子羊っていうの。え？アグナス？アグナス大な、死を意味する感じがあるけどね。子羊と訳されるのか。神の子羊。生贄を子羊と呼ぶのかな、もしかして。確かに羊って迷える子羊って言い方するよね。なんか羊という表現ってなんか未熟みたいな要素が含まれてるイメージがなんとなくあるよね。そういう意味なのかな。ですが遅かったですね。儀式はすでに進行しています。進行してるだけでしょ。止めるぜ。今からベアトリーチェさんの顔面をボコボコに殴ろうと思います。ロイヤルブラッドの神秘を搾取し、キボトス街から到来する力を借りて、私は自分の存在より高位のものへと昇華しています。現在進行形で。さあ先生、不可解な大人、私の敵対者よ。あなたはもしかしたら私を誤解しているかもしれませんね。どういうこと？私たちはこの世界を通じて各自が望むことを追求しています。あなただって同じ。何になることもできるし、すべてを知ることができます。多分知るだよな、これ。オン。で、より高位な存在になること、それを通じてすべてを救うことが大人の義務なのです。救済者になるってこと？どういうことなんだろうな。悟りを開くみたいなイメージか。悟りを開くという表現はキリスト教というよりは仏教のイメージがなんとなくあるけど、より高貴な存在へと自分が至ることで周りを救う救世主のような存在になれるってこと。でそれに至ることが義務だと言っている。この儀式はキボトス街の力を利用し、私がより高位の存在になるために用意されたのです。そうして高みに登り、この世界を救う、それこそが大人の到達すべき境地。その過程で小さな犠牲は仕方のないことです。そう、この儀式は必要なこと。それこそが崇高へと至る道。あなたならこの価値を理解しているでしょう。すべての生徒を審判することも救うこともできる絶対的な力を有するあなたなら。審判することもできる。今シャーレとして活動できるというか、連邦生徒会の全権限を握ってるからってこと？連邦生徒会の全権限は握ってないか。なんか毎回間違えるけど、正確には連邦生徒会長が設立した超法規的機関だからかな。それは違うよ。それは違うよ！逆転裁判みたいなの始まった。もしくは、あれ、名前忘れてた、弾丸論破。私を誤解してる。私は大した存在じゃない。何？私は審判者ではない。誰かを審判する権利は私にはない。先生は何者なんだろう？私は救済者ではない。救済者。救世主とか救済者とか表現はあるけど、自分でそれを否定してるんだな。この世界を、苦痛を消し去ることはできない。私は絶対者ではない。この世界の、罪悪かな、をなくすことはできない。じゃ、そういう存在じゃないってこと。私はそんな存在ではないよ。大人ではないって言ってんのかな。この世界における一般的な大人というカテゴリーが多分あるじゃん。
あの前のパートぐらいでも言ったと思うんだけど、なんか大人って言われてる多分概念というか、この人たちは大人だっていうカテゴリーがあるんだけど、主人公は大人だって言われてるけど自分は大人ではないって言ってるのかな。まあよくよく考えたらこの主人公って子供っぽい側面って存在するんよね。あのおもちゃたくさん買ってたりとかするから、あのゆうかさんのメモリアルロビーストーリーというか、あのチュートリアルでプレイするんだけど、それってそういうのを見る限りな、主人公って大人なんだけど、大人の側面と指導者のような側面と子供の側面を二面性を持ってるイメージがあるよね。ではあなたは一体何だというのですか。あなたの能力は、存在価値は何だというのですか。生徒たちのための先生だよ。連邦生徒会長は呼び出したんかな、生徒のために。自分を代償にして召喚してるのかな、キボトス外から。キボトスの外の人間だっていうことは言われてるじゃん。だから連邦生徒会長って今失踪してるじゃん。だいないんよな。自分というのを生贄にしてキボトス外から生徒のためになる存在を召喚してるのかな。忘れられ苦しむ生徒に寄り添いたいだけ。ならばそれを証明してみせなさい。敵対者だからな。戦おう。何？ああう。え？ベアトリーチェさんが直接戦闘に関与してくんの？もしかして。え、じゃあ先生も介入しようぜ。バトルフィールドに先生っつってズーンっつって現れるかもしんないよね。それめちゃめちゃ面白いけど。さあその目にしかとを映しなさい。これが私、行為の存在となった姿です。これこそが本来の姿、偉大なる大人の姿なのです。それが正体なんだね、ベアトリーチェ。見た目変わるんかな。あれが本物のマダム。立ち映してないよね。ただの怪物にしか見えませんが、そう、私たちはあんなものにずっと。沙織、日和、美咲。ああ、はい、うん、怖がらないで、私がついてるから一緒に頑張ろう。ああ、うん、あの怪物を倒そう。はい、姫ちゃんを救うのです。行こう。おお、本当に顔面ボコボコに殴れるターンが来ると思わなかったわ。ボコボコにしようぜ、ベアトリーチェさん。どんな見た目で出てくんだ。なんだ、え、気になる。多分この後出てくるんでしょ。過去のイベントとかで出てたかな。なんかイベントとかでね、結構あの語られてないけど、メインストーリー出てきてないけど、普通にポッと出てくるボスキャラっているんだよね。でイベントごとにさ、その相手の弱点が変わって、今回はこの弱点ですって、戦闘形式はあんまり変わんないですみたいなのが多いんだけど、実は見たことあるかな。見たことねえ。なんだこれ。あ、絵に映ってたやつじゃん。おお、化け物にしか見えへん。なんか方向をしてたけど、そのあれだね、方向は聞こえなかったね。原型あるな、一応。この何、もともとこの花みたいなものだったのが後ろになってたもんね。なんかオールバックみたいになってたけど、髪の毛そう見るとなんかグロいな、なんか生え方。あ、意外といけそう。でもベアトリーチェさんおっぱい落としちゃったね。なくなっちゃった。悲しいね。魅惑のヒップラインもなくなっちゃった。なんか僕にとって必要だったものが何一つなくなっちゃったね。あ、じゃあ僕が思ってるベアトリーチェさんは崇高な存在じゃないのか、あれは。あ、やっぱそういうエッチな要素って必要ないんだな、こういう世界には。あ、戻った、よかった。よかった。よかったもちょっとよくわかんないけど。く、あ、なりません。私の剣能だったか な能力みたいな意味だっけ。なりません。まだ儀式が完遂していなかったのでしょうか。まだ力が、あ、進行中っつってたもんね。まだ終わってなかったんじゃないかな。たかが貴様らごときに。バルバラ、いえ、バシリカに存在する全ての兵力をここに。こちらに戻ってきなさい。
もうミカさんが潰してんじゃないバラバラは。はあ、くまだ来るんですか。うわあなんかちいかわみたいだな日和さん。これ以上はしっかりしろ。まだ終わりじゃない。支援が来る前に早く。バシリカの兵よ、私を保護しなさい。来ちゃうか援軍が。少女たちのための切り絵。あ、神へ捧ぐんじゃなくて少女に捧ぐのか。忘れられた神々のための切り絵だったよね、もともとの章のタイトルが。その、なんだっけな、参加じゃなくて、祈りのための必要な行為みたいな、祈りみたいな意味なんだよね。なし、神への祈りじゃなくて、ここで戦ってる少女たちのための祈りっていう章というか、和のタイトルなんだね。毎回章って言っちゃうな。あ、ミカさん視点っぽい。バルバラ倒してくれた？ミカさんだったら倒せそうなんだけど。はあはあ。うー、痛い、疲れた。ああ、もう傷だらけ。あー、ミカさん！相手が神秘属性だからかな。でも、まだ大丈夫。まだ立てる。まだ戦えるか、ミカさん。あら？どこ？ん？ここは聖火体質？聖火を練習する場所ってこと？オルガンと楽譜？蓄音機まで。そっか、そうだよね。アリウスも私たちと同じ授業を受けていたはずだもの。え、どうしていきなりそんな場所に移動してるんだ？動かないなあ。ん？動かないか。まあ長い間使ってなさそうだ、仕方ないよね。なんだこの空間は。なんだあ、小春ちゃん、小春ちゃん守ってくれたよね、ミカさんのこと。はあ、小春ちゃんが身を挺して助けてくれた時、かっこよかったな。小春ちゃん物語のお姫様みたいだった。先生が登場して助けてくれてさ、私もそういうお話が好き。ああ、そうだね、小春ちゃんじゃあの状況は打開できなかったもんね。でもなんかみんなの前に立ってなんか誰かを守ってる間に先生っていう男なのか女なのか分かんないけど大人の人がやってくるっていうのはなんとなくヒロインっぽいよね、お姫様っぽいよね。窮地に陥ったお姫様を運命の人が救う、そんなおとぎ話。子供っぽくて夢にあふれて素敵で胸がときめくような。私もそんな物語の主役になりたかった。もう十分ヒロインしてるけどな君めちゃめちゃこのショーのヒロインやけど、全然あの沙織さんとダブルヒロイン構成だと思ってるけど僕。でも分かってる、私にはそんな資格なんてない。魔女がハッピーエンドを迎えるお話なんてこの世のどこにもないもの。いや、あるそういうの好き。ある、ある、全然ある、ある、ある。あの、ミカさん、世の中のね、創作物を甘く見てるよ。全然ある、ある、ある。魔女がハッピーエンド迎えるお話はある。沙織、私は自分が受けた痛みをあなたに感じてほしかった。そうじゃないと不公平だと思ってたもの。まあ、それはそうよ。だから、もう何も間違ってないって、ミカさん。間違ってない。道は外れたかもしれないけど、道を外れることと筋が通っていないことは別だからね。うん。ミカさんは筋が通ってるよ、ずっと。私と同じようにあなたたちも救われたかったよね。そうだろうね。あなたたちも幸せになりたかったよね。あなたが敦子を助けたい理由もわかるよ。多くの人を騙し、絶望に、絶望に落ちるじゃないな。なんだこれ。苛まれた？ちょっと読み方わかんない、すいません。あなたでも最後の最後に誰かを救うことができたなら、普通だらけのあなたの人生もそれだけで報われる。そう思ったのでしょ。命の使い方ってやつやな。わかるよ、私とセイヤちゃんもそうだもん。どんなに汚れてもこれだけは守るっていうことなんだろうな、あの沙織さんがしたかったのは。だからアリウススクワット。あ、ミカさんが祈ってくれるんだ。あなたたちのために祈るね。いつか
いつかあなたたちの苦痛が癒えること、やり直しの機会を恋願うのと同じように、あなたたちに未来が、次の機会があること、だから私は、いや、黙っちゃった。ちょっと、なんやかんや今このショーってそんなうるっとくるシーンはないなと思ってたの。なんか泣くシーンはないなって思ったんで、ベアトリーチェさん戦ってるし、ミカさんがまあ許したんだろうなって思ってて、沙織さんたちのことをね、アリウススカット、まあそれで戦うのを助けてくれたりしてたから、でもちゃんと言葉にミカさんにされるとちょっと感動するものがあるね。ちょっとうるってきちゃいました。あなたたちを許すよ。それはお互いが公平に不幸であることよりももっといい結末だろうから。確かにな、不公平だからお前たちからも奪うっていうよりは、奪われたけど許すってなる方がいい結末であるよね。こいつはどうした？ミカさん探してんの？ミカさんなんでここにワープみたいな感じになったんだろうね。それか、なんだろう、倒れて寝てる間のハクチュームみたいな世界なのかな。たとえアツコを救ったとしても、あなたたちの未来はきっと苦難に満ちている。一生追われるかもしれない。表を歩くことができないような悲惨な人生になるかもしれない。でもそれでも、あなたたちの未来にほんの一筋でも、光明かな、光明があると信じるのなら、アツコを助けることで自分たち自身も救えばいい。私はもう手遅れだけど、あなたたちにはまだ時間が残されているでしょ。ミカさんも別に僕手遅れだと思ってないけど、長文会じゃなくて長文会と読むらしいんですけど、僕ずっと間違えてた、まあ、新聞の文だから文って読むのかなって思ってたんだけど、長文会まだあるよ。やれないのかな。もうそれに先生が手伝ってくれるからきっと大丈夫。あなたたちのその行く先に幸いかな、幸って読むけど幸いとも読むね、幸いが。祝福があらんことを祈りだ。あれ、賛美歌ってやつ。ああ、故障してたんじゃなかったの。これは慈悲を求める歌。慈悲を求める歌。はあ、やっぱ歌にも種類がいっぱいあるのか。必ずこれを歌うってわけじゃないのか。慈悲を求める場合とか、祝福をする場合とか、いろいろ分かれてんのかな。別にこの歌が好きなわけじゃないけど。そうだね、うん。あれかな、先生がミカさんに会いに行った時に流れてたやつと同じなのかな。なんかお恵みたまえみたいな表現は好きじゃないなみたいなことを言ってたよね。あ、バルバラさんだ。やっぱ聖女だから気になる。あは、何をそんなに急いでるのかな。復活したのかな、このミカさん。あなたたちは通れないよ。この先にあるのは救済の戦いを繰り広げる主人公の舞台。私たちみたいな悪役には許されていないの。さあ先生、あの子たちを救ってあげて。君も救うが何を、自分は対象外みたいなこと言ってんだ。君も救うけど僕ミカさん救えなかったらすごい嫌僕嫌そんなこと言われてもって言われそうだけど、ミカさん死なないと信じてるんだけど僕は。ミカさん実装はされてるけど実は死んでるキャラとかありえるからな。だからあんま信用できへんけど、ミカさんも救わないと、いや僕先生頼むで、ここは私が食い止めるから。かっこいいミカさん、好き。たまんねえなこの女急に気色なっちゃった。キリエ、エレゾン、やっぱエレゾンなのかな。
綺麗な歌だね。あ、これで祈りみたいな意味なのかな、歌詞なのか。あれは2回出てたってことは。かわいい。おお、出た、このシーン。これ EX スキル使った時にこれ流れるね。アンブロジウスまでいるやん。アンブロジウスはあっちにいただろ、こっちじゃなくて。あ、こっちにいたっけ、忘れちゃったけど。アンブロジウスまでいるんかい。とりあえずさっさとベアトリーチェさんボコボコにしよう。もっと顔の原型なくなるまで殴んなきゃダメだって。あの、この羽ちぎろうぜ。なんかの咲いてた花みたいになってたじゃんこれ。あの、花占いしようみたいな。ビアトリーチェさんに好き嫌いの花占いしようっつって、嫌い嫌い嫌いっつって嫌いしか出てこねえ俺はビアトリーチェさんのことが嫌い嫌い嫌いっつってブチブチブチって抜こうぜ最低。なぜ来ないのですか、ミカさんが頑張ってるからね。優秀な生徒がいるからな、この先生には。バルバラはなぜまだ誰も嫌なんじゃない、ビアトリーチェさんのことが嫌いなんじゃない、あいつ肌真っ赤だしみたいなそういうこと言い出すとあれだ、まずいまずい、あの人種差別みたいな話に突っ込んでいくといけないね。うん、いくらギャグというかツッコミというかボケだとしてもよくないね。ちょっとあの、はい、まあ、赤い人種は多分僕たちの地球にはいないと思うけど、そういうこと言い出すとちょっとお喧嘩かってなるかもしれないから、やめとこう。この歌は、あ、これでキリエなのか、これはキリエミカ、え、なりません。ああ、慈悲を捨ててるんだっけか、慈悲を憎悪に交換してるみたいな話があったような気がしたな。ベアトリーチェさんってなりません。私の領地で慈悲を語る歌を響かせるなど、そうだよね、このベアトリーチェさんの教えって全ては虚しいものだ、だから慈悲が存在しない教えを説いてる領地だから、そこに対して慈悲を語る歌ってのはまずいのかな。一体どのような手段を、あー、破壊してたんだ。じゃあもうこのアリウスの領地がベアトリーチェさんのこと嫌いなんじゃねもうこの何、この地域ぐるみっていうか人じゃなくてこの空間自体がもうベアトリーチェさん殺しに来てるって。楽器も蓄音機も全て破壊したというのに奇跡が起きたとでも、なりません。生徒は憎悪、軽蔑を、呪いを歌わなければなりません。お互いを騙し傷つけ合う地獄の中で私たちに搾取される存在であるべきなのです。黙れ、とうとう黙れとか言い始めたブチギレとるやん先生。何、私の大切な生徒に話しかけるな。ガチギレしてる黒服さんと喋ってる時もさ、あの星野さん拉致られてるのにさ、なんか優しかったじゃん物腰がなんかあなたには分からないよみたいな、交渉は決裂だねみたいな感じだったじゃん。けど黙れとか言い始めたもんね、とうとうねあなたは偽りの教えで子供たちを奈落へ落とした、あなたを絶対に許せない。5枚ぐらいもごうぜこの羽みたいなやつ。よくも私にそのような、あ、なんか切れ始めた、とうとう言葉を、嫌なのかな、その嘘の教えっていう選択肢が嫌なのかな。まあ僕はあれだけどね、別のやつを選んだけど、嘘の教えっていうベアトリーチェさんの考えてる思想を否定する発言をしてるから、それが嫌なのかな。まあ、また変わり始めましたよ。ん？ああ、そうだ、サホリー。貴様を新しい生贄として捧げましょう。生贄ってだから価値がないとダメだろ。ベアトリーチェさんがこんだけずさんに扱ってきたサホリーさんを生贄と捧げても代価となり得ないだろ。んって、こいつバカなのかなって顔してない？びっくりびっくりだけど、こいつバカなんかなって顔してない？サホリーさん。貴様が私の計画を台無しにしたのですから、その代償を支払うのです。やだがみたいなお、沙織さん気づいてるのかな、気づいてるのかなって何かっていうと、
あのベアトリーチェにとって生贄に足りえない存在だっていうことを分かってんのかな、沙織さんは。いくらでもどうぞマダム。あ、もっと低い声だった。いくらでもどうぞマダム。リーダー、何をバカなこと言ってんの。私にまだ払える代償があるのならむしろ感謝したいくらいだ。笑っとるで。さあマダム、私はここにいる。持っていくがいい。先生早く。最後の戦いだ、みんな行こう。は、はい。え、も普通に座れとる。なんか座れてる感じになってる。ぐ、あああ、いなくなっちゃった沙織さん。なんかやられてる沙織さん。おとりに なったのかな、自分から。なんか異常状態みたいなマークついてる。多分ここに集中砲火する代わりに狙ってみたいな演出なんだろうな。絶妙な HP やなこいつ。あ、なんか後ろに輪っかできてた。これ最初からあったっけ。増えた。なんで日の出までみたいなこと言ってたけど、日の出関係なかったの。な、日の出が関係あるのかなって思ったんだけど、そんなことないんかな。な、聖書においてというか、光という存在とか色という存在が結構重要視されてるから、あの朝日っていうものが重要なんかなって勝手に思ってたんだけど、な、勝手になんか別にいつでも儀式始められましたけどみたいなこと言い始めて、でなんか進行中であれば大丈夫ですけどって殴ってきたら、なんか儀式完全じゃなかったんごねとか言ってるから、こいつバカなんじゃねえかな。どうしてんだよ。だったらもうさっさと儀式しときゃよかったじゃんって話なんですよ。なんか別に朝まで待つと思いましたかみたいな、別に朝じゃなくても儀式進められたかみたいな顔してたけど、本当みたいな。あ、なんか苦しんでる。あ、死んだ。ちょっとボコボコにしようぜ。なんか復活とかしないように、復活という概念があるかなんだけど、ボコボコにしよう。もっとあのすりつぶそうぜ。ぐわちょっと笑っちゃうって。なぜ、どうして、私は、私の計画が、私の領地が、私の意識が、私のぐわあああ。先生に喧嘩売らん方がいいって。はあ、終わりですか。あ、姫ちゃんは。あ、アツコ。まだそこに。あ、死んじゃう。その、あ、それただでさえ衰弱してあの体勢は辛そうや。早く下ろしてあげよう。あ、早く姫ちゃん下ろしましょう。下ろしてあげよう。後ろのやつ自分だったんだ。ああ、だいぶ血も出てる。姫ちゃん。うわ、だいぶボロボロ。姫、しっかりしてくれ。姫ちゃん。外傷がひどい。血を流しすぎている。姫、アツコ、頼む。目を開けてくれ。お願いだ、アツコ。目を開けてくれ。どうにかならんのか。大人のカードとかでどうにかならんのか、先生。生命は変えんか。ああ、目覚めた。よかった。沙織ちゃん、アツコ、姫ちゃん、気がつきましたか。うん。沙織、日和、美咲、みんなおはよう。あー、よかったよかったねなんかもう中学生みたいになっちゃったよかったねみたいな、ためになったよーみたいなごめん、めっちゃいいシーンでふざけちゃって。アツコ。あ、沙織、よかった、本当によかった。うん、理解してないのかな状況を。アツコ、生きていてくれてありがとう。本当にありがとう。うん。あ、泣いてる。沙織、泣かないで、私は大丈夫だから。先生が手伝ってくれたんだね。ああ、そうだ。ありがとう先生。
もうこれで大丈夫なんだな。うん、大丈夫だよ沙織、きっと全部終わったよ。そう、ベアトリーチェ埋めよベアトリーチェは埋めます。いらないですこのキボトスという世界に、こいつという存在は。倒れているベアトリーチェに近づく。じゃああと5発ぐらい殴ってもろて。ぐう、終わりだよベアトリーチェ。よくも、私はまだまだ。たかだか儀式を妨害した程度で図に乗らないでくださいああまだまだ終わらんよと。まだ私にはバルバラもアリウスの兵力も無傷で残っている。ミミ質能力だって保持しているのです。一度の勝利ごときで終わりになど。誰？いいえ、この話はこれで終わりです。誰だい？え、あれじゃん、ゴルコンダさんじゃん。ゴルコンダ。ああ落ち着いてください。驚かせたなら申し訳ありません。私はゲマトリアのゴルコンダ。挨拶は省略するとしましょう。もしかしたら私たちは以前お会いしたかもしれませんから。ああやっぱイベントストーリーで出てきてるらしいんだよね、このゴルコンダさんって。だそれをなんだろう、あったかもと継承してるのかな。僕もそのイベントよくわかんないんだけど、あくまで先生が直接会ったっていう展開ではなくて、なんか本当にゴルコンダさんが一人で語ったみたいな展開なのかな。プレイヤーとしては見たことがあるんじゃないよっていうメタ要素を言ってるのかな。私は戦いに来たのではありません。マダムを連れ戻しに来たのです。私を身内でえみたいになってるけど。それに戦闘で勝てる自信もありません。ゲマトリアがみんなマダムのように怪物に変われるわけではないですからね。あ、そうなんだ。二面性を持ってたってことなのかな、マダムは。それか、その、祝福福音を得ることによって、やっぱ人は崇高なものへと変化するから、それでたまたま変わっただけなんかな。どういうこと？これでマダム、マダム、これで明らかになりました。先生はあなたの敵対者ではありません。これはあなたの物語ではないのです。ベアトリーチェの物語ではない。どういうこと？あなたが起こした事件、葛藤、家庭の数々、それらは知らずともいいものに格下げされました。お？たわいもない事件だったってこと？あなたは主人公どころか、先生の敵対者でもなく、ただのマクガフィン、舞台装置だったのです。なんだろう、役割みたいなのが物語に存在してるとするなら、それの脇役みたいなものになり下がったってこと？ライバルではないってことか。敵にもなり得る存在ですらないレベルだって言ってるのかな。くぅ。先生、あなたが介入してしまうと全ての概念が変わってしまいます。もともとこの物語の結末はこうではなかったはずなのです。未来が変わってるってこと？友情で苦難を乗り越え、努力で打ち勝つ物語。私が望んでいたテクストはもっと文学的なものだったはずなのですが。やっぱりあれなんかな、世界線が変動してるのかな。なんでそう言ってるかっていうと、僕ごめんね、フォース PV っていうのを見てて、皆さんもぜひ見てほしいんだけど、YouTube 広告とかだとよくね流れるんだけど、一時期よく流れてたかな、今はもう流れてないと思う。この動画が投稿されるタイミングって多分もうだいぶ旬過ぎてるから、流れてないと思うんだけど、当時結構流れてたのね。でそこでフォース PV ってどんな PV かっていうと、まあ最終章の PV にはなるんだけど、今までのそのメインストーリー的な絵が流れてくんだよね。でなんかね、僕も1回しか見てなくて、その後何回も見てないから、ネタバレっぽいなと思ったからあんまり意識して覚えてないんだけど、あれなんよね、なんだろう、バッドエンド的な一枚絵とハッピーエンド的な一枚絵がね、交互に流れていくような演出なんだよね。でその間になんか先生の言葉が入るみたいな感じ。先生の言葉なのか分かんないんだけど、なんかね、一つ言葉のテキストみたいな
のが入って、あのだビフォーアフターみたいな、バッドエンド先生の言葉ハッピーエンドみたいな感じの絵が流れてくのよ。それが多分ボリューム1ボリューム2ボリューム3みたいな感じで流れてってるっていう演出が PV4 ではあるんですよ。フォース PV であるんですよ。だからそれを最初見た時に、なんか先生が来るルートと来ないルートみたいなのがあるのかなって思ってて、ただでさえさ先生ってさキボトス街の人みたいな感じでイレギュラーじゃん。だから先生がいなかった時の未来みたいなのが存在していて、それがあるからセイヤさんはあの主人公がいることによるハッピーエンドではない方のバッドエンドをずっと見てるのかなって僕思ったんだよね。あの言わなかったんだけど、今までルートプレイしてて、あのだって連邦生徒会長が消えてるっていうよくわからん代償みたいなのがあるわけじゃん。それは連邦生徒会長さんがその未来を知ってるとか未来に至った時に巻き戻しをしたのかわかんないんだけど、そのバッドエンドを迎えたから巻き戻しをして先生を呼んだのか、未来を見てバッドエンドを誘ったから自分が消えることで先生を投入したのかちょっとわかんないんだけど、なんかルートが2つあるっぽい、先生がいるルートといないルートがあるっぽいっていうのは過去のそのフォース PV より前からもね、なんかそういうっぽい演出はあったらしい。なんかツイッターで見ちゃった。それがそのことをゴルコンダさん言ってるのかもしれないね。友情で苦難を乗り越え努力で打ち勝つ物語、私が望んでいたテクストはもっと文学的なものだったはずなのですか。そら知らんわ。うん、そら僕が欲しい物語じゃないから対立やね、そこは。ふむ、申し訳ありません、ご気分を害してしまったようですね。それではマダム、私はマダムを連れて帰ります。マダム起きてください。普通に返しちゃうのかな。お前は待って。お、何、喧嘩か。もしかして私の邪魔をするつもりでしょうか。どうかそのような決断はなさらないでください先生。あー、やっぱお前のか。過去ので編集してると思うんだけど、あの動画で字幕出してると思うんだけど、一回ヘイローを壊す爆弾は黒服さんのものなんじゃねえのみたいなことを言ったんだけど、黒服さんが言ったのはまた別のものっぽいんだよな。なんか別の約束かなの事柄っぽい技術が、なんだっけな、あ、忘れちゃったな、ごめん。ただ僕はあの時黒服さんの技術イコール爆弾だと実況時は思ってたけど、動画編集時で あのヘイローを破壊する爆弾イコールゴルコンダさんの技術だみたいなのを話してたの、あの字幕で載せてたんですよ。だからそれを今持ってるってことか。例えば私は様々な道具を生産できます。あなたが持っているそのヘイローを破壊する爆弾も私の作品ですので。あ、持ってないけどね、もうそれだけど。ああ、もちろんそれをここで爆発させたりするつもりもありません。あなたには効果もない上にその実験は結局失敗だったようですから。効果ないの、あれ。単純な爆弾ってわけじゃないってこと。ヘイローになんか作用するのかな。あ、そっか、これで爆発させた時にアツコさんが食らったんだけど、アツコさんを守った技術がゲマトリアの技術かな、確か。その爆弾が実際にヘイローを破壊できるかどうかを一度も確認できませんでした。私の計画は断じてそうではなかったのですが、まあですからそれは廃棄する予定です。あの予定通りの動きができなかったってこと。まあでも今回の実験は失敗です。帰りましょう。ゴルコンダ、失礼しました先生。それではまた。ヘイローは壊せないし先生に効果ないけど致命的なダメージを与えることはできるよ、から気をつけた方がいいよみたいなこと言ってんのかな。まあそれ以外にも道具いっぱいあるよって言ってんのかね。大切な人まだ戦闘あるけど、まだ戦うの、なんで、もういないのに。みんな大丈夫。うん、かろうじて。ああ、もう本当に終わりなんですよね。なんか戦闘あるらしいで。ベアトリーチは逃げたよ。逃げた。でももう二度とみんなを苦しめることはないと思う。
ゲマトリアがいる限りは何かしてくるだろうね。じゃあアリウス文庫はアツコさんのもので、おすごい服装だった。そういえばそうだったね。まずなんか服着る、なんか先生の上着とか貸してあげた方がいいかなと思うけど、先生私たちを助けてくれてありがとう。マスクはもうつけなくてもいいの？うん大丈夫。マダムがどうして私にマスクをつけさせたがってたのかわからなかったんだけど、あ、そういうこと？アズサの爆弾に巻き込まれた時、私の体を保護してくれた装置があって、多分それを作動させるのに必要だったんだと思う。結局マダムは私を守るためにこのマスクをつけさせていたんだろうね。じゃあ今後も必要な時にはつけようか。アツコが怪我したら悲しむ人が多いからね。そうだね、マスクはまたつけるようにする。先生、約束通り姫を救ったから先生の好きにしてくれ。好きに？はてな。まあ責任を取るって本人は言ってくれてるんだよね。あの、命を持ってでも責任を取るみたいなこと言ってたからな。私が全ての元凶だ。エデン条約事件も、聖夜襲撃も、渚襲撃も、岬も、日和も、アツコも、みんな私のせいでこうなってしまった。連邦生徒会でも、トリニティでも、強制局かな、強制局でも何でも構わない。先生が思う、一番適切なところに私を送ってくれ。一体何を？リーダー。ふざけないで、リーダー。一人だけでそんな。いや、私は長い間、負うべき責任を放棄して生きてきた。これでいい。今がその時なんだ。リーダー。そうだね、沙織は責任を負わないといけない。アリウス文庫復興という名のな、みたいな感じ。どうだろう。沙織は長い間、周囲の子たちを守るために頑張ってきた。あ、その責任から外れるよとか言い出す。あ、これアズサだ、多分。ヘイローがアズサさんだもんね、これね。人の面倒を見て守り、耐え責任を負ってきたんだ。だからこそ おかしな環境で狂った教育を受け、誤った選択をしてきたのだと思う。今度は枷を外す番だって言ってくれるのかな。沙織たちは罪を犯した悪い生徒、それは変わらない。だからといって苦しんで当然なわけじゃない。子供たちが苦しむのはその子のせいじゃない。子供たちが苦しむような世界を作った責任は大人の私が負うものだからね。これが大人？何を言ってるんだ、そんな。では一体私は何の責任を負わなければならないんだ。リーダー、責任を負うのは自分の人生そのものだよ、沙織。どういう意味なのかわからない。俺もわからない。何今の選択肢。どういうこと？アツコさん説明できる？責任を負うのは自分の人生そのもの、今後生きることで償えって言ってる。自分で考えて今後自分で行動していくことが、それが責任を負うことであり、罪を償う行為であるって言ってる。姫、沙織やりたいことはある？何やりたいことある？あずさは学ぶのが楽しいって言ってた。友達と一緒にいることが幸せだって。沙織の好きなものは何？やりたいことは？趣味は？好きな食べ物は？私は今まで一つも聞いたことがない。沙織の将来の夢は？なりたいものはある？そんなものは、わからない。一度もそんなものを考えたことがなかった。私が何が好きなのか、何がしたいのか、私は一つもわからない。沙織は責任感が強くて、決断力があって、教えるのが上手です。いろいろ教えてくれるときは怖いですけど。真面目ではあるよね。計画を立てるのもうまいし、指揮をするのも上手だし。
先生に向いてるな。そっか、それなら沙織は今後。おお、思った。そう思った、いい先生になれるかもしれないね。沙織が先生になる。で、リーダーが先生に。まああんまり想像はつかないけど。うん、そんなことないよ。よく似合いそうでしょ。似合うね。もう先生のイメージあるわ。うん、ちょっと指導厳しめだけど、なんかあのみんなから信頼を置いてるみたいな。あの指導は厳しめだけど、あの的を置いてるから、なんかついてくる人たちはすごい多いみたいな。あんまり沙織さんについてこない人たちは基本的に不真面目でちょっと不良なだけであって、真面目な生徒は沙織さんについていくみたいなイメージがある。そういう先生像ですね、僕の中では。わからない、私にそんな未来が本当に。そんな人生の責任を負うという意味も、私が好きなこともそんな未来も何もわからない。私は、あ、泣いてる。私は生きていてもいいのか。あ、いいよって言ってあげないんだ。その答えは自分で見つけようね。それがある種責任であり罪を償う行為なのか、本当に生きていいのかっていうのを吟味するために残りの時間を使っていけと。はあ。お、帰る。じゃあここでお別れだよ。あとは自分で決めてくれってことだな。な、急に。待ってくれ先生。まだ助けが必要な生徒がいるんだ。もうこの子たちは助けられたってことなのかな。あとは自分の意思で自分の考えることをしていけってことか。ま、待ってくれ。私は、私たちは。いや、そうか。それを見つけるのが私の。大人の私が保証するよ。その答えは必ず見つけられる。もう教えの必要ないし、サポートの必要がないから、先生はもう手を引いていいよねって判断をしたのか。ここまでインプットができれば、あとは自分たちで道を歩めるだろうってことか。言ってしまいました。きっとミカを助けに行ったんでしょう。一人で大丈夫でしょうか。大丈夫だと思うよ。あの時もそうだったから。え、あの時？あの時？先生は大人だから、きっと何か方法があるんだと思うよ。もうベアトリーチェもいなくなって、アリウス自治区を制圧するのは、するのは？すべて消えたから。でも戦闘あるもんね。何の戦闘なんだろう。リーダー。沙織大丈夫？まだ何もわからないけど、それでも。初めてこの世界にいてもいいのだと思うことができたよ。そうだよな。なんで生きるのって言われても、それに対して反論ができなかったもんね、今までな。いるんかいお前ら。帰れ。ベアトリーチェさんいないのにまだいんの、残党としては。一応なんだろう、古聖堂の死聖所に行かせないみたいな効力は発揮してるのかな。ミカさん死んじゃう、このままじゃ。うお、ボロボロ。くっそボロボロやん。ああ、全身ドロドロ。このグラおもろ、ちょっと待って。ごめんごめんごめん。笑っちゃいけないんだけどさ、本当にボロボログラあるんだ。心なしかヘイローもちょっとふにゃってなってない？手についてるシュシュボロボロなんすけど。えぐ、脇腹えぐられてるし。でも日が昇るまで耐え切ったよ。結構大変だったけど、きっとアツコは助けられたよね。沙織も他のスクワットもみんなハッピーエンドを迎えられたかな。先生が一緒にいただろうから、きっと。うん、それならいいや。よくねえ。先生走って、急げ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 。いやいやいや、ダメダメダメ。いやいやいや。嫌です。死んでほしくないです。嫌です。ごめんね、先生。私はここまでかな。いや、ごめんね、じゃない。いや、返す。君を返すよ、僕は。先生と一緒に帰りたかったのに。間に合え、間に合え、間に合え。クソ、走れ。あー、目閉じちゃった。待って！間に合った！
先生遅くなってごめんね、ミカ。先生、なんでここに？どうして言ったでしょ、私はいつもミカの味方だって。助けるぞ、もちろん。ミカのピンチには当然駆けつけるよ。かっこいい。王子様やんけ。そんな、私は悪い子で。先生が救う価値のある存在じゃないのに。いや、救う価値あるだろ。何言ってんの？それに、先生一人であの生徒会に。どうやって相手にするの？それはそう。あれか？また大人のカード使えば、不特定多数の生徒召喚できるのかな？アンブロジュース出てきた時とか。アンブロジュースじゃないか。なんだっけ？名前忘れちゃったな。なんか、あずささんと同行した時やったよね。このカードを使ってっつって。なんか回数制限あるチックだったけど、なんか、使いたくなかったけどと言いつつ使ったよね。それかな？あれは次元が違うよ、先生。私も結構強いけど、あれは反則みたいなものだよ。先生、お願いだからやめて。私はそんな価値のある存在じゃないよ。今からでも逃げて。ミカは問題児だよ。でも問題だらけの不良生徒だとしても、危険にさらされてる生徒に背を向ける先生なんてどこにもいない。これが先生であり大人。大人のカードを取り出す。任せろ。私の。いや、これ下選んであげたい。私の大切なお姫様に何してるの？惚れる、これは。わーお。これは惚れる。これめっちゃ惚れる。これ自分で編成するんでしょ？任せてくれって。なんだお前ら。あ、神秘。ふざけんなよお前ら、マジで。ボコボコにするからな。ボコボコにするからな、お前ら。見とけ？回復必要かな？絶対必要ないな。見とけ、お前ら。神秘のためにガチャ引いてますから。どうする？まあ、タンク一応ナッツさん入れますか。で、ムツキちゃん、桜子さん単体だから、アスナさんとか、桜子さん。あ、もう完璧。もう関係ないね。全力でぶっ殺しに行くから。から神秘アタッカー意外と少ないんだよね。神秘アタッカーって結構、希少で限定キャラも多いんですよ。なんだけど、もうこの前ガチャ引いてるんで、任せてください。もう殺します、すべて。殺戮します。頼むみんな。俺に力を貸してくれ。文句とか言わないでよ。もう全然言わんよ。もう好き放題暴れてもろて。許さねえからな、お前ら。マジで。ボーボコにするからな。カクカクでごめんね。お前らボーボコにするぞ。あ、これ使わなくていいや。使う必要すらない。ちょっと。簡単なことです。まあ、戦闘のタンクにちょっとバフをかけておきます。わざわざこうする必要ないと思うけど。お前ら死ねや。死ねや。一応 HP 回復しとこう。バチガイなスキル演出ばっかりで申し訳ない。はあ、アンブロデュース？てめえムツキちゃんの、よいしょ、ムツキちゃんの全体攻撃くらえや。死ねえ。ハゼロ。次。コスト余っちゃうわね。もう敵が弱すぎて。うれや。キャラ違うって言われた。はい、回復もして、もう圧倒的です。どうしようかな。ちょ、範囲入んないかもしれないけど、バルバラさん、ちょっと全力で潰していいですか。バフ2個かけました。桜子さん、お願いします。多分旬どけすると思うけど、はーい。ムツキちゃんのスキルで雑魚敵もぶっ破して、意外と HP あるね。全然関係ないけどね、こっちからしたら。はーい、はい、余裕。ミカを傷つけさせるかよ。もう最高です、ありがとうございます。本当に支払いは神のじゃないや、大人のカードで、来月請求ということでよろしくお願いします。はい。どういうあれなんだろうね。大人のカードで何してるんやろ、これ。わからんけど。どうしたんだ、なぜマダムと連絡が取れない。緊急事態です。自治区にある数十箇所のカタコンベの入り口から、トリニティの兵が、なんだって。
もしもしトリニティみたいな、もしもしポリスメンみたいな感じ。こちらです、シュシュ出動、正義実現委員会だ、助けてって連絡を取ったのかな。だ、誰だ誰だ。あ、ミネさんか、団長だ、団長。ここがアリウス自治区、セイヤ様の言う通り救護が必要ですね。あ、セイヤさん戻れたんだ待って、救護が必要ですねっていうぶん殴りに来んのめっちゃ面白いな。と、止まれいや、救護、私をお許しください。個人的な干渉によって果たすべき義務をおろそかにしました。彼女たちもまた救護が必要な方々であるというのに。セリナ、花江、彼女たちの治療を。はい、団長。あれじゃん、あの前回のショーの言ってた通りやん、トリニティ生徒がミネが壊して救護騎士団が直すみたいなその通りや。そしてこれから私が生み出す負傷者も速やかに救護し治療するようにお願いします。これから出す負傷者もぶん殴る気満々や。参ります。めっちゃ面白いこの人。ちなみにタンクですねこの人は。だ、団長、まさにミネ団長が壊して騎士団が直すという私たちのモットーですね。久しぶりの救護騎士団本領発揮です。そんなモットーはないのですが、さあテキパキと動いてください。でもマジある意味効率的よな。敵の武力集団、反抗してくる組織を全部壊滅させて全部直したらもうそれは終戦だもんね。ある種正しいよな。信念と誇りを胸に適切に大切なところに救護を。アリウス自治区を解放し先生とミカ様を救うのです。はい。夜明けに呼び出されて急にこんな任務だなんて、うわーん。こっちは夜通し戦ってるんだけど徹夜なんですけど、こっちは朝方出勤ぐらい勘弁して、僕徹夜なんであ、これからの私たちね、最後まで走り抜けられそうっすね。2時間は覚悟してたけど今1時間20分ぐらいです。さあ皆さん、カタコンベの道はセイヤさんが教えてくれた通りに。あ、はい。いちか、そちらはどうですか、先生は見つかりましたか。あ、はい、見つけました。ところで剣先輩が、え、剣が、また剣さんなんかしてんの、どうした、大丈夫そう。剣さんが暴れてる。あ、いちかさん立ちぐらあるんだ。落ち着いてほしいっす剣先輩、そこはどうじゃなくて壁あ、終わったちょっとつ盲信なんだけど、あの人えぐいって、キャッ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 キャ、今僕自身もどっから声出した今。剣、正義実現委員会、どうしてここに。ああこんにちは先生、正義実現委員会の一課っす。この前美食研究会の逮捕の際に一応お会いしたっすが、もしかしたら覚えてないかもしれないですね。ご覧の通り助けに来たっす。あん時会話はしてたね、立ちぐらは出てなかったけど。うん、会えてとても嬉しいよ、いつか。先生と挨拶できて嬉しいっす。確かに〇〇っすって語尾につけ常につける生徒さん今までいなかったね。あすみ先輩、先生とミカ様を確保したっす。それでは早急に安全地帯へ退却してください。先生をカタコンベの確保されたルートへご案内します。はいはい、さあ行きましょう。皆さんを待ってる人がいるっすよ。ボロボロかわいそうやな、髪の毛もボサボサになっちゃったね。行こう全員不可抗力とはいえ T セット置くな別の立ち絵用意しろ。先生、ミカさん無事でしたか。な、ナギちゃん、あれどうしてここに。ここがアリウス修復作戦の指揮本部です。どうやってここに来たの。私が教えたのだよ。セイヤさん大丈夫、立っても大丈夫そう。セイヤちゃん本当に愚かだね、ミカ。常のようにっていうの、常のように衝動で動いてことを誤つ。それが君の
悪臭悪癖って字だよな。なんて読むっけこれ。悪い癖だよってよく言うよね。これ一つの単語になることあるんだ。せいやちゃん、どうやって言葉を紡ぐには遥か時間が足りないかもしれないね。何だったのこの人。ヘイローがあるからこっちの世界の人だとは思うけど、同じような力を持ってる人がいるのかな。白昼の中で偶然ある人と開口できたんだ。語ると長くなってしまうから割愛するが、いわば小さな取引を交わしたんだよ。取引？大丈夫、取引しちゃっても。せいやさん。あ、せいやさん起きた。団長せいや様が。頼む、今すぐ渚をシスターフートと正義実現委員会をここに。はい、わかりました。時間がない。今すぐ先生とミカの元へ向かわなければ。4チームの能力があるからみんな信用してくれんのかな、そこは。まあ、つまりロリババー的ポジションの人と怒られそう。あの人と、まあ、出会って、ある取引をして、せいやさん戻ってこれたと。で、ここでミカさんと先生が戦って頑張ってることは知ってるから、シスターフットとかを使って、まあ、ここにみんなで攻めに来てるって感じか。一つ確かなことは、渚はミカを救うためなら自分の全ての権力を手放しても買わないとまで告げ、周囲を総動員させたということかな。愛されてるな。お願いいたします。皆様、ミカさんを救ってください。私からも頼む。承諾しかねるか。そんな。頭を上げてください、渚様、聖夜様。あなた方が私たちに頭を下げないでください。ミカ様の問題は承知しました。そして、聖夜様がご無事で何よりです。一体何があったのですか？それは語ると長くなってしまうのだが。わかりました。それならば今はやめておきましょう。何より優先すべきは先生のことです。私も最善を尽くしましょう。トリニティには私だけではなく先生を慕う生徒が多いです。彼女たちなら協力してくれるでしょう。ああ、お願いするよ。確かに先生いい人だからな、マジで。補習授業分も来るのかな。これが知ってる？これが私が知っている片コンベの変化パターンのすべて。大変助かりました。ありがとうございます、アッサ。本当に私が行かなくても大丈夫なのか。はい、あなたはここで先生を待っていてください。あー、そっか、借りれないのか。偉いな、桜子さんは。でも行きたがってそうだけどね、アッサさんは。でもまあ契約があるからな。この任務で補習授業部、特にあなたの手を借りたら私たちの、教授や体裁が崩れてしまいますから、花子さんのお手もそこまで煩わせないようにしております。これは私たちで解決させてください。そう、他に何かあるのですか。そのアツコを助けてあげて。あずさ、その子はすでに先生が助けていると思いますよ。私たちは先生を助けに行くのです。分かってる。でもどうせなら他のみんなも無事に助けられたらと思うんだ。そうですか。彼女たちはあなたに銃を向けたというのに。数えきれないほどの取り返しのつかないことをしているよ。ああ、泣きそう。いやー、ちょっと前にCG あったじゃん。沙織さんがみんなを守って前に立ってるシーン。で、多分、あずささんがうずくまってるんだよね。でもそれをさ、駆け寄ってたのがあつこさんなんだよね。って考えると、そんなに深くは見てないけど、多分、あずささんとあつこさんは結構な絆があったと思うんよな。そこは多分、めちゃめちゃ仲良かったんだと思うんだよね。あずささんとあつこさんは。花の話もあるしね。この花はなんていう花なんだみたいな会話を多分したみたいなところだと思うんだよ。だからそこには結構な強固な絆があると思っているんで、ちょっとこの言葉を見ちゃうと泣きそうになるね。
でも私の家族でもあったんだ。さて、あ、ウイさんだ。ウイさんイベントで出てくるんだけど、メインストーリーでも出てくるんだね。ううー、今何時だと思ってるんですか。こんな感じかな。待て待て待て、おい、ウイさんってこんな感じだったっけみたいな。ウイさんはね、なんかうへーみたいな感じなんだよね。なんか常にクマってなんか健康に害を持ってそうなタイプの人なんだけど、そのセリフの読み方こんな感じかなと思ったら水着で現れた花子さん。立ち蔵間違ってません？立ち蔵の設定間違ってません？ブルーアーカイブ運営さん、これ大丈夫？バグじゃない？皆さん眠りについてる時間ですね。ウイさん、あちらのページを探してくださいますか。いや、ところでどうしてそんな格好を。私も急に散歩、いえ水泳の最中に知らせを受けましたので。うん、これでしょうか。次のページを探しましょう。水泳こんな時間に？いや、その前に散歩って言ってませんでした？待って、そこ、これです。見つかりました。古代生徒会が残したカタコンベの地図。このページですか。だいぶ傷んでしまって変色がひどいですけど。ええ、だからこちらに来たんです。古書館の魔導士と呼ばれる小関ウイさん、そういうポジションなんだ。ウイさんはもうウイさん専用ストーリーみたいなのがあるんよね。別であるんでね。あなたならこの地図を復元できますよね。時間がないんです。復元できる人。ほーん、復元能力を持ってる。ヘイローが時計の形してるから物の時間を巻き戻せんのかな。そんなことないのか。おー、すげえげっそりしてるけど。今からこの復元をお願いできますか、小関先輩。私が力いっぱいお手伝いしますから。どうして私がこんな目に。うわーみたいなこと言ってるよね。戦闘のところでキャラクターをつまんで持ち上げることができるんだけど、それでね、ウイさんはね、うわーって言うんだよね。うわーって言うんだよね。面白いんだよね。みんななんか、あら先生どうしたのみたいな感じで言うんだけど、驚く人あんまいないんだけど、ウイさんだけ、うわーって言うんだね。驚かしてごめんねって気持ちになります。さあ行くっすよ。一番近い遺跡はあれっす。はい、トリニティ自治区内だったのかな。あれ、君は小春？あ、ううは私も正義実現委員会だけど、今は補習授業部で一緒に出動できないから。その先輩、これをティーパーティーのあの方に。ティーパーティーのあの方、はすみさんかな。はすみさんのこと結構好きだよね君ね。リボンとアクセサリー、あ、でもティーパーティーだ。ティーパーティーっつったわ。そう、ティーパーティーのあの方だからあれか、あ、ミカさんか。その正義実現委員会に、ん？委員会の押収品倉庫に残っていたあの方の私物です。ああ、全部燃やされたみたいなこと言ってたけど、何？え、小春さんが退避させたの、もしかして。リボンとアクセサリー、なんか燃やされたみたいな話あったよね。あれ、でも暴動で燃やされたと聞いてたっすけど、倉庫にあったっすか。ああ、えらい、えらい、えらいよ君は。いい子やな小春ちゃん。むっつりつけべやけど。えらすぎるわ。ちょっとえらすぎてちょっと心に来た今。燃え残った中から無事なものをこっそり集めていたんです。本来ならダメなんですけど。なるほど、了解っす小春。ミカさんに伝えておくっす。ミカさん泣いちゃうよこんなこと聞いたら。あ、ありがとうございます。いや、渡してあげないとね。みんな、私たちも先生の力を借り続けていてはならない。彼の道の道先に光を灯せてこそ理想的な関係足りえるからね。だから君を救うために来たよミカ。セイヤちゃん相変わらず何言ってるのか分かんないよ。本当に偉そうだし心底ムカつく。何度も懲らしめたいと思っていた。
それでも大好き、セアちゃん。え？ナギちゃんはヒステリーがひどすぎ。っていうかこんなところまで紅茶手放せないのちょっとどうかと思うよ。あ、あれ演出なの？本当に寄ってきてんのこれ。カフェイン中毒？それとも脅迫症？でもそんなナギちゃんが大好き。いえ、これは緊張してしまって。そうだよね。いや、そうだと思ったんだよ。君が紅茶飲むときってあれでしょ？心を落ち着けるために飲んでるんでしょ？いや、そうだと思ったもん。君が紅茶を持ってプルプル震えてるときってみんながなんか、何？言い合ってて、ちょっと気まずいときとかだもんね。え？そうだと思った。うん。二人とも大好きだよ。二人ともありがとう。そしてごめんね。ミカさん、いや、むしろ謝るのは私の方だよ。すまなかったミカ。いつも君に謝ろうと思っていたんだ。だが子供みたいな意地が邪魔をして果たすことができなかった。ミカ、君がアリウスと和解したいと言い出した時、私は、うん、何も言わないで大丈夫だから、ごめんね、私が悪かったの。ミカさん、ミカ、これでまたティーパーティーが手を取り合えるってことやな。あ、いい雰囲気の中申し訳ないですけど、ミカさんに渡したいものがあるっす。私に？これを。これは、コアルちゃんが。私のアクセサリー？え、どうして？全部燃えちゃったはずなのに。あ、押収品管理室担当員が。うん、説明しにくいんすけど。その子が、ミカさんのアクセサリーで燃えずに残っていたものを保管してたみたいで。小春ちゃんが？はい、小春がって。え、小春のことご存知だったんですか？うん、知ってる。ありがとう、小春ちゃん。私あなたにひどいことしたのに。したっけ？あれ？小春ちゃんにはひどいことしてなくないか。あれしてたっけ？覚えてねえ。あれ？いつのこと言ってんだ？一応、あれか、一応あれか、渚さんを攻めてきた時にかな。あの時、一応補習授業部と戦ったっていう認識だから、そういう意味だと小春ちゃんと衝突したとも考えていいのかな。そのこと言ってんのかな。お互いにいろいろと話す時間を取った方がいいね。ああ、そのようだね。じゃあそろそろ参りましょうか。ミカさんの確か聴聞会。聴聞会までもう時間がありませんから。私この格好で行かなきゃダメ。ちょっと着替えたいんだけど、傷の治療もしたいし、人前に立つんだから髪をセットして直さなきゃいけないし。いや、なんかこのまま出た方が許してくれそうじゃねえ。ボロボロで出ようぜ。え、何があったんですかってなるじゃん。いや、アリウスと、アリウス救ってて、みたいな。アリウス先生と助けてて、みたいなこと言ったら、許してくれそう感が上がりそうな気がするよね。伝わる？どう？はあ、好きにするといい。ええ、それに私たち3人とも徹夜してしまってますし、こんな格好では。私も一緒に行くよ。私も同行する。もちろんです、先生。全員で聴聞会に出席するのが私たちの約束ですからね。そうだね。してたね、約束ね。ミカは無実です。カカン無実みたいな。勝訴みたいな。やりたいですね。最後、エピローグ見ていきましょう。いやー、ブラカおもれえわ、マジで。ストーリーよくできてる。何この線路。炭鉱みたいな感じじゃない。なんか、奥からさ、石炭乗ったトロッコがパーって入ってきそうじゃない？こっちの道は初めてです。どこに繋がっているんでしょうか。とりあえず進んでみよう。アリウススクワットを復興するみたいな流れではないのか。あー、やっぱ罪があるからいらんないのかな。エデン条約を止めちゃったり邪魔したりしちゃったから、そこがアリウスのトップを張るのは変なのか。今みたいに、今口でなんて言った？アリウスのトップを張るのは変なのか。トリニティみたいな感じで今進んで入ってきて、そのベアトリーチェもいないし、トリニティに吸収されるみたいな流れが多分一番幸せか、アリウス生徒にとっては。
だそこにアリウススクワットが介入しちゃうと、いや言うてこいつエデン条約邪魔したやんみたいなしこりが生まれるから、今回のミカさんじゃないけど、だしこりがいっぱいありすぎると組織としてはまずいよね。だから今逃げてるというか、アリウスに残ることはやめたのかな。どこだってこれから私たちが初めて歩く道だから。はい、そうですね。あれ？リーダーは？あれ？確かリーダーは後ろにいたはずなんですが、いなくなりました。舌打ちしとる。美咲？リーダーはどっか行ったよ。どっか行ったって何ですか？勝手クソ勝手え？みんなに、私にみんなを頼むって言い残して勝手だよね。リーダーとどうして？ずるいよ、沙織。こんな風に足かせを残すなんて。私には重すぎる。泣きそう。大丈夫、美咲。姫。沙織にはもう少しだけ時間が必要なんだ。己を振り返り、自身を知る時間が。自分の命題に応えるための時間が。リーダーは沙織姉さん帰ってくるんでしょうか？うん、さっちゃん帰ってくるよ。今後私たちだけで生きていかないといけないんですか？うん、いつまでもさっちゃん倒れじゃいけないからね。そんな、私たちはこれからどうすればいいの？ああ、ここであえて指示をしないことがこのメンバーのためになると思ったのかな。メンバーのためにもなるし、自分のためにもなると思ったのかな。沙織さんは、アリウス自治区にもトリニティにもゲヘナにも私たちの居場所はない。追撃から逃げるために町を転々とし続けることになると思う。私たちを待ち受けているのはそんな未来だよ、姫。うん、それでも私たちは大丈夫。姫ちゃん。姫、簡単なことじゃないよ。うん、大丈夫だよ。こんなことで弱音を吐いたらコンクリートに咲いてる花に失礼だからね。あずさはあの時花を見てこう言ってた。あ、なんつってたんだ。あ、それでこの教えに認識が変わったんだ。何言ってるかっていうと、全ては虚しいものだっていう風に考えたわけじゃん。あの、この教えられてたわけじゃん、アリウスもあずささんも。それはあがかない理由にはならないっていう教えってどっから来たんだろうっていうのがあんまり明確に考えたことなかったんだよね。で、花を見て気づいたんだね。コンクリートみたいな埋められたところでも諦めるんじゃなくて抵抗し続けることで咲ける花があるから、自分たちも咲くのを諦めてはいけないっていうふうに思ってんのかな。それでこの教えにたどり着いたのかね。それがたとえ虚しいことだあっても抵抗し続けることをやめるべきじゃないと。あずさがやり遂げているのだから私たちもできないわけないよ。私たちの青春は私たちだけのものだから。ちゃんと見守ってくれる人もいるし、そうでしょ。先生ですね。うん、そうだね。うん、一緒に頑張ろう。あずこさん結構前向きキャラだっためちゃめちゃポジティブやん、この人。沙織さん何してんだろう。どういう道に進むんだ君は。沙織さんキャラ持ってるけど、沙織さんのメモリアルロビーやっていいのかな。どの時間軸なのかすげえ怖え。あ、ブラックマーケットで働く。見たことない顔ですね。ここまで流れてきたということはそれなりの事情がおありなのでしょう。実力さえあれば何でも構いません。さて、どんな依頼をお望みですか？簡単なもの、難しいもの。難しいやつで。いや、どれほど不可能な依頼でも解決してみてよ。依頼量が高い任務をくれ。私は犯罪者だ。追われる身でもあり、この先は辛く苦しい日々が続くだろう。しかし、その苦難の旅路の果てに私たちにも素晴らしい未来があるというのなら。うん、
訪れるよ、私たちにも。最後はきっとハッピーエンドが迎えられる。私たちもそうだよね、沙織。どういう仕事するかわかんないけど、バイト紹介みたいな感じかな。結構がっつり悪いバイトもあるかもしんないけど、そういうのは避けるんかね。どうなんだろう。沙織さん単独行動していくとは思わなかったな。じゃあアリウスの立て直しはトリニティって感じなのかな。トリニティに吸収されんのかな。あ、これね、確かにな。コンクリートから咲く花を見て、花もやってんだから私たちも頑張ろうって思えたのかな、あずささんは。あれかい、聴聞会が始まるかい。あー、聴聞会っぽい。この背景がね、この輪を選ぶときに出てきましたよね。あ、着替えちゃった。傷負ったままの方がちょっとあ、かわいそう感出るかなと思ったんだけどね。どう、まあ、無実ってわけにはいかないとは思うけど。あ、見ないの先生。私はもう予知夢を見ることはないだろう。あ、その能力を失う代わりに抜け出す選択肢を取ったのか。あー、そんなことできるんだな。あの子が逆にその能力を使うって感じなのかな。お前いいもん持ってるなみたいな。わっちに能力を渡す代わりにここから出してやるぜみたいな感じだったのかな。そういう契約だったのかな。それがかの夢から抜け出すための代償だった。最後の予知夢で目撃したこと、それを先生と議論しなければならない。何見た？なんこれ？誰？シロコさん？システムの箱クソ割られとるやん。アロナちゃん、バキバキスマホじゃん。スマホじゃねえ、 iPad。 バキバキ iPad じゃん。だがそれはもう少し未来でもいいだろうか。最終章に関係あんのこれ。今はただここに集まっている私たちの現在に注力したいから。おお、めっちゃ気になる感じに起こしてくるじゃん。あ、それさ、ずるくない？それするんだったらさ、最終章の初めでさ言ってよ。ミカの聴聞会の前に行ったなんかことなんだけどさみたいな、私夢から抜け出せたじゃんみたいな、あれって実はさもう見れなくなっててみたいな、その代わり抜け出してもらったんだよねっていう入りから最終章の一番最初で言ってくれへん。これ僕ここからさボリューム4とボリューム2の2章読まないといけないんだよ。だいぶ先までモヤモヤするじゃん。やな子やね、ほんと。いやらしいわ、せいやさん。いやらしか。いやらしかばい。誰？誰やねん、この実況者マジで。今までのような力を合わせ、努力を重ねて、その試練を乗り越えるから。この前向きに言ってくれてんのに、この実況者と来たら、モヤモヤするからそんなこと言わないでとか言い始めた。クソわがままやん。よし、聴聞会始めよう。まあ、ミカは無実ってことだよね、とりあえずね。そわけにいかんよな。何かしら代償はあるだろうけど、まあ、弁明の余地はあるというか、なんかある種同情というか、許してくれる人はいるとは思うけどね。はい、終わりました。フィン。聴聞会で何を話したかみたいな細かいことまでは言わないんだな。まあそこまで重要じゃないもんね。そこでどうこう言うっていうのは。お？ん？なんか BGM がコミカルだぞ。待て、約束が違うぞ。はて何のことでしょう？これはなんだ？予定額の半分も入ってないぞ。先に約束を破ったのはそちらですか？はい。こちらの契約書にも書かれておりますように、生徒は時給1000円です。中退してるからか、アリウスを。ところがあなたは中退ということを隠したじゃありませんか。だから時給500円です。ちょっと待て、それはポンコツキャラになっちゃった。
いや思ったんだよな、あのどこにも居場所がないみたいな話をさ、あつこさんが言ってた時にさ、あのこのまま大丈夫だろうかみたいなこと言ってたじゃん。あー、ベンディア68みたいに大丈夫なやつらいるからなって思ったの、頭によぎったんだよ。なんかある社長みたいな感じになっちゃった、この沙織さんもポジション的に。めっちゃ面白いやんこの子。おもろ。そこに税金と各種費用、食費を除いたのがこの金額ですが、何か問題でも。ああ、それに指名手配までされているようですが、この事実を知らされたら困るのはそちらではないのですか。ということで口止め料としてさらに 15% 差し引かせていただきます。うわ、待て、それじゃあ私の給料は0円ですね。詐欺詐欺。さあ、では出口はあちらです。何か言いたいことでも、それともバリキューレ警察学校にでも訴えてみますか。くそー。いや、わかった、教訓を得たということにしよう。シュンとしてる、おもろ。待ってくれ。待て待て待て、もう本当にその LINE になっちゃダメだって。いや思ったよ、ベンリア68みたいなポジションになっちゃったっつったよ。でも出てくるって言ってないじゃん、そんなん聞いてないよ。失礼します。あなたはこの間依頼をした。あ、はい、うっかりしていまして、生産は済ませたはずですが。はい、そうです、その通りです。だから許せ、え、許せません。どういうこと。ひーた、助けて。ああ、アルちゃんに対しても踏み倒してんのね。もうベニヤ68メンバーになっちゃうじゃんこのままじゃん。あ、やっぱりボってる部分があるから、それを計算させてこいってことね。あ、アル様がちゃんと挨拶をして、しっかり計算をしてくるようにって言った。だから挨拶ってこれじゃねえよ。これじゃない、これじゃない、何やってるのってなるでしょ。またあの顔グラ出ちゃうって。あのアルちゃん、またなんか目の瞳孔消えて白目になってて、何してんのってなっちゃうって。これでしたらちゃんと挨拶になりましたよね。沙織さん、どうする。ああ、他の方がいらっしゃったなんて、お騒がせしたした大変失礼しました。いや別に。ではまた今度、私は爆弾を設置にしに行かなければならないので。なるほど、こういうやり方もあるのかって感じか。学んじゃった。これが裏世界のやり方か。まあ察したんだろうね、その踏み倒された。待て、面白すぎる。待ってくれ、あのハッピーエンドだなみたいな感じでちゃんちゃんって終わってさ、また組織っぽいさ背景出たじゃん。なんかさ、教託というかさ、なんかヤバい組織の付けみたいなのあったじゃん。絶対ゲマトリア関連の話が展開されると思ったわけ僕は。って思ったらベンディア68の話。なんですって。ごめんなさい、挨拶ってそういう意味ではなかったなんて、まあ、またご迷惑をかけてしまいました し死にましょうか、死んでもいいですか。はあ、かよこちゃんも。あ、超ウケる、はるかちゃん本当に挨拶してる。そこすっごく怖そうな連中だったのに、これからどうすんの。また騒がしくなりそう。はあ。もう君もアイウスもシャーレ来る。シャーレ専属になっとく、これで終わるのかよ。めちゃめちゃ面白いじゃん。え。これでボリューム3終わるんすか。めっちゃおもろいやん。おー、オチに使わせてくるなんてずるいですね。もう面白いって言っちゃいますねこれは。あ、皆さんいかがだったでしょうか。長丁場だったボリューム3エデン条約編、とうとう終わりました。皆さんありがとうございます。そして次はボリューム4がね1章しかないんだけど、ここやっていきたいと思います。ね、まあ、あの残ってるのがボリューム2の2章っすね、行くんですけど、まずこれだね。はい、パーンと新しく開かれたのはインストールし直したせいですね。で、全く知らんのよな、
一人ね、メガネしてる子がね、ガチャで引いてるんだよ。ラビット招待。ちょっと読んでいきましょうか。はい、ボリューム4の一章ですね。ラビット招待って読み方合ってます？通貨。合ってるね。なんかウサギっぽいんだよな、この後ろのこれが。多分ラビットだと思うんだけど。ラビット招待指導。SRT か。SRT 特殊学園に下った突然の廃校命令。廃校の危機だ。ボリューム1と近しいね。それを受け入れられないラビット招待の生徒たちは抵抗の意味も兼ねて、公園で野宿生活を始めるが、待て。お？どういうこと？あ、抵抗の意味も兼ねてって言ってるってことは、廃校を取り消しにしない限り、私たちはここからドカンみたいな、ここをキャンプ地とするみたいなことを言ってる？私たち、ここは私たちの領地だみたいな。私たちはどかないみたいな、そういうこと？もう1話から統制不能な特殊部隊ってあってる。おもろいって。おもろいやつらばっかやって。ちなみにボリューム4としてはどういうタイトルなの？ボリューム4、カルバノグ。多分意味がありそうだな。調べといてほしいな。カルバ、あの編集のムービーさん調べといて。カルバノグのウサギってのがあるんだ。一夜にして突然、閉鎖してしまった SRT 特殊学園。その新入生たちの運命はこの先どう転がっていくのか。あ、新入生なんだ。面白そう。どっから出たその声。はい、というわけで次回は、これやっていきたいんですけど、すいません、次回はこれやるみたいな顔をしてましたけど、嘘です。どういうことかというと、はい、また桃トーク編挟みたいと思います。で、誰の桃トークやるかなんですけど、ミカさん実装されてるけど、実装されたの遅かったんだけど、多分もうメインストーリー、この最終編に関する内容って多分モモトーク出ないと思うから、見ていいと思うんですよ。だから次回はティーパーティーとアリウス見たいと思います。で、大体アビドス高校のモモトークを収録した時に結構2時間いきそうだったんだよね。で、ちょうどティーパーティーってまだセイヤさん実装されてないから、ミカさんとナギサさんいるんですよ。で、僕持ってるんですね。で、アリウスは4人いるんだけど、僕が持ってるのが、ミサキさんか。ミサキさんと、ダメだ、アズサさんが出てきちゃった。アズサさんじゃないんだよ。待って、さっきは出てたのに。待って。サオリさん。サオリさんとミサキさん持ってるんで、この4人をモモトークで見ようと思います。時間余ったら他の関係者を見る桃トークをしようと思うんですけど、多分4人全く桃トークプレイしてないから、多分時間余んないと思うの。なので次回の桃トークはこの4名をプレイしていきたいと思います。それが終わったらこのボリューム4にとうとう入ろうと思います。というわけで今回の実況は以上とさせていただきます。エデン条約編めっちゃ面白かったです。ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。